はいどうもバッシデですということで今日はねエイブルトンライブ12を使って遊んでいこうと思います。それでは行ってみましょう。チェックアウトピース Ableton Live 12ね、登場してね僕も楽しみにしてて結構使ってますけど、まあ今主にピアノの練習をねしている最中で、まあ新しく出たエフェクトがどうとかあんまりいじれてない部分あるんですけど、一つね今日は、便利なエフェクト、ミディエフェクトがあるので紹介していこうと思います。はい、今日はですねコードというねエフェクトを紹介していきます。でですね、まあその前に Ableton Live 12でどの部分がね変わったのかっていうとさらっと言っていくと、まずまあ気がついたところね、僕が気がついたところ、まずここのねトラックボリュームのこの三角ボタン、これが大きくなってますね。11に比べてね、11に比べてここのトラックボリュームが大きくなったよと。あとはセッションビューとアレンジメントビュー、アレンジメントビューでも、このトラックボリュームがね見れるように追加されてます。でまあこれオンオフはこの右下のボタンでね出せるんですけど、これはねAbletonライブユーザー、もともとのAbletonライブユーザーにとってはもう待望の機能かなというふうに思います。アレンジメントビューでねあのトラックボリュームがなかったんでいちいち切り替えたりしないといけなかったんですけど、ここにね設置されたことによってかなりこれはもう効率的にね作業ができるようになったかなというふうに思います。はい、で今日はまあこのねセッションビューの方でお話をしていくんですけども、結構ね僕このライブのねセッションビューやりやすくてね好きなんですよね。このねこのトラックで、すいません音出しちゃったの、トラックごとにこう管理できるっていうね、はい、この1トラック2トラック3トラックで、まあ楽器もこういうふうにね、ピアノ1ピアノこういうふうに管理ができて、これ一回慣れちゃうとなかなかね他の DAW に戻れないっていうねところもあるんですけど、これは かなり便利ですね。はい、で本題に戻るんですけども、今日はコードというねミディエフェクトを紹介していきたいんです。でもうちょっとすでにここ打っちゃってるんだけど、まあコードというのを探すときはまあ例えばこのサウンドのところにいてコード使いたいなっていうときはまあ一番手っ取り早いのはここで検索だよね、コードと打つと、これは全てのとこでやった方がいいんだね、全てっていうところに合わせてコードというふうに打ち込むとコードというのが出てきます。はい、で普段はねどこにあるかっていうとこのミディエフェクトの中にあります。はい、このミディエフェクトの中にコードというのがあります。であとはフィルター機能検索なんかでも、これはここか、ユーティリティっていうところにコードというのがありますので、まあ自分の探しやすいね、探し方で探すっていうのがいいのかなというふうに思います。僕はこの検索窓でね、打つのが一番いいのかなっていうふうに思いますけどね。まあ人それぞれかなと思います。ではね、このピアノ3番目の白いカラーのところにね、ピアノを用意してますんで、ここにねちょっと入れていこうと思います。はい、でちなみに今日使うピアノの音源はコンタクト7のザ・グランディアかなね、これ使ってます。こんな感じの、はい、こんな感じのね、いい感じの音です。ちょっとコンプレッサーを入れて調整はしてますが、でコードですね、このコードというのが、どういった時に役に立つものなのかっていうと、まあ、例えば DAW 初心者、 Ableton Live 初心者の方にはかなりおすすめ、それとあとピアノがちょっと苦手な方、まあ、ギターはめちゃくちゃ得意だけどピアノがちょっと苦手で、でもどうしてもピアノのコードなんか入れたいなっていう時とか、あとはまあプロの方でも、まあ中級者上級者以上の方でも時短テクニックになるのかなというふうにも思います。まあ DAW ってね、まあ一番はこう楽器を演奏したり歌を歌ったりねするのが一番手っ取り早いねものとは思うんですけども、まあねそういったのができなくても、楽器が弾けなくても歌があんま不得意でも
楽しく音楽をすることができるのが DAW ですから、そういったねところのポイントの一つでもあるかなというふうにも思います。これはねかなり使える、エフェクトなので皆さん使い方覚えてってください。はい、以前にね僕一回ライブ10の時にもね指一本でコードが弾けちゃうよみたいなやつやったと思うんだけど、それと一緒の機能でどのように使うかっていうと、まずコードここに配置しました。で一番面白い使い方がこの学習機能というのをオンにします。まずはでこのオンにした状態でコードを弾きます。じゃあまずは C 弾いてみますね。ドミソね、ドミソを弾いてみます。はい、ドミソを弾きました。したらねこの学習機能を一回オフにします。今ねここのところがねブルーになってるね、これ自動で今学習したんですね。でこの鍵盤一つ押すだけで今のコードがねもうコードとなって演奏されます。はい、面白いですね。なのでまあ今のは簡単なコードだったんだけれども、例えば複雑なねコードってありますよね。例えばこういったねこう E フラットメジャー11とかね、はい、こういった複雑なコード大変ですよねやるの。なのでそういった時にこのラン機能っていうのを使うと便利ですよってことです。はい、今ちょっと学習させましたので、ちょっとベロシティがねごめんなさいバラバラになっちゃって、でちなみにここでベロシティが調節できるんで、まあだいたいちょっと200だと強すぎるのかなっていうふうに思いますけどね。まあそれ自分のね押したさじ加減で決まっちゃうんですけど、はいね、先ほどのあの E フラットマイナー11ですかねみたいな複雑なねコード、これはもう指をねほとんどの指使ってます。こんな大変なねこういったコードをね一回入力するだけでもう一つ叩くだけでもうその難しいコードが学習してるよっていうね便利な機能です。でもう一つ紹介しますと、この現在のスケールをしようっていうところ、ここね一回ポチって押すとね変化があるんですけど、ここをオンにするとこのデバイスは現在のスケールに従い全ての位調はセミトーン単位ではなく、スケール度数で行われますっていうね変化がありますので、ちょっと変化を加えたいっていうかね、胃腸の変化を加えたい場合ね、ここを光らせて、でまあもう一回ねちょっと入力はしないといけないんですけど、もう一回まあもう一度じゃあ E フラットマイナー11を弾いてみますね。ちょっともう一回、はい、こんな感じで、ちょっとねこれベロシティがね優しく弾いても200とかいっちゃん、ちょっとこれだとね強いかなと思うんで、僕はいつも100以下にちょっと下げた感じの音が好きなんですけどね、まあ5、まあだいたい平均で、まあ、100以下ぐらいにして、あいい感じだ、おおいいね、あちょっとねこれなかなかねこれベロシティが難しいところであるけど、まあその辺はね後でまた調整とかできるはずなので、おお、グッドグッドサウンド、フゥーイエーいってみよう、あーイエイエー
今夜はお前を寝かさないぜ。あ、ちょっと待って、もう一回。ワンマータイム。Oh yeah。今日は朝まで電話しようぜ。Yeah yeah。Japanese Special Jazz Pianist Bashihide。なんて言いながらさ。はい、いい感じですね。ちょっとまあベロシティとかをね、まあ調整してあげてね、こういう感じでね。ああ、こんぐらいいいね。ちょっと強すぎだね、これもね。もうちょい下げますね。はい、というわけでね、こんな感じでおしゃれな曲もね、作り放題のコードという機能を紹介しました。これはかなり使えるね、Ableton Live のテクニックだと思いますので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。というわけで、また会いましょう。ナイスな音楽生活を。じゃあね、またね。バイバイ。ピース。